一番。よかったら一杯付き合わない？いいけど、さっちゃんは酒強いからな。軽く一杯ってことでよきゃ付き合うぜ。なんで最初からそんな逃げ腰なの？あんた酔わせてどうこうするわけじゃないし。なんだ、そいつは残念。さっちゃんってよ、実は今もキャバのママなんだよな。雇われのだけどね。一応言っとくと、その前は店のナンバーワンキャバ嬢だったんだぞ。じゃあ俺相手に飲んだってつまんねえかもな。気の利いた会話とかできねえからよ。そんなの期待してないって。私もそんな大層なもんじゃないし、あんたは客じゃないから気楽に飲めるのがいいの。そのキャバの営業は今どうしてんだい？オーナーは野々宮ってことだったよな。差し当たり、店の女の子たちが店を見てくれてる。私は全然心配しなくて大丈夫だってさ。さっちゃんも店の娘たちを信じてるってことか。経営面も最低限は仕込んでたからね。私は教育熱心なママだったってわけ。そいつを自分で言うとこがたまに傷だ。そうね。それにその教育熱心があだになって家族とも喧嘩してた。家族って菜の葉か。あと施設に入ってた親父さん。今は菜の葉たち落ち着いているみたい。あんたたちのおかげでね。父は別の真っ当な施設に入ったし、菜の葉は前までやってた事務系の仕事を探してる。二人とは連絡取り合ってんのかい？いえ、全然。キャバの子たちがこっそり様子見て知らせてくれるの。私が姿見せたら多分菜の葉怒るから。なんでだよ、そこまで仲悪いのか。まあね、もう七八年は会ってない。電話では話しても会ってはくれないみたい。会おうって言うと何かと理由つけて断られちゃう。ま、元は全部私が悪いんだけどね。まだ聞いてるぜ。つまんない話だよ。それでも聞いてくれんの？何言ってんだよ。面白い話をするだけが仲間じゃねえだろ。他人に言えねえことや悩みを打ち明けられる相手、それが仲間ってもんさ。そういう少年漫画みたいな熱いセリフを言える一番が好きよ。それで菜の葉と仲たがいした理由ってのは？まあ、私がおせっかいすぎたせいだよね。あの子のやることなすこと全部に口出してたから。うちは物心ついた頃から母が病気がちでね。だから私がおっとりした妹の面倒を見なきゃって。面倒を見るって、双子なんだから同い年の妹だろ。性格が違ったし、菜の葉は容量も悪かった。私の方は母譲りで我が強かったし、よなれてたかな。寝たきりの母も私のことを頼もしく思ってた。多分菜の葉にでおっとりな父よりもね。なるほどな。父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ、それを助けるために私は中学出てすぐバイト、そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった。家族の家計を支えていたのは全部この私。母が亡くなってからその思いはより強くなった。だから菜の葉にだけはいい大学に行ってもらって真っ当な人生を送らせたかったの。それでおせっかいを焼きすぎた。うん。あの子が進学する大学も私が決めたし、仕事も安定した事務職にしなさいとか。でもあの子にとって最悪だったのは、付き合い出した彼氏のことまで私が口を出したこと。私はダメな男の条件を並べ立てて、彼氏がそれに当てはまらないかしつこく聞いたわけ。なんだよ、
そのダメな男の条件って。不潔、お店で店員に偉そう、女を見下す、知り合いが偉いとか有名人だとか自慢する。他にもいろいろあるけど、菜の葉の彼氏はそのほとんどに該当したみたいね。コンサル会社を起こしてるとか言ってたけど、私はあの子にすぐ別れた方がいいって言った。それで菜の葉にキレられた。物は投げられたし、怒鳴られて大泣きされた。その様子を見ていた父にもね。ん？なんで親父さんにまで？父は自分の稼ぎがないせいで母を治せなかったと気に病んでた。だから私の稼ぎが良くなると肩身が狭かったみたい。以来私に何を言われても言われるがまま。でその時になって、菜の葉が私に束縛されているのもずっと助けてやれなかったと泣き出したの。こらえてたもんが一気に出てきたんだな。そう、要するに菜の葉の彼氏問題はきっかけでしかなかったんだけど、その時だよね、私は初めて自分が家族に疎まれてたことに気づいた。さっちゃん。それが7年か8年前、私は家を出て仕事に精を出し続けてたわけ。そしてこの間、野々宮から電話をもらって家のトラブルを知らされた。あの菜の葉がソープで働いてまで私に助けを求めてこないなんて、ショックだったよ、本当に。菜の葉が乙姫ランドにいたこと、さっちゃんは何も知らないことにしてるんだったな。あの子にしてみれば、私にそれを知られるのが一番嫌なことだろうから。ま、そうかもな。いつの間にか飲みすぎてたみたいね、私。ここまで話す気はなかったのに。お酒、付き合ってくれてありがとね、一番。みんな何かしら抱えてるもんだよな。それを言える誰かがいりゃまだマシってもんだ。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね、何か悪いの？一番も座ったらどう？どれ、なんか機嫌悪いのか？そうね、ちょっといろいろあって。はは、わかったぞ。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？あら、店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。トラブルなんて無縁よ。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって、雇われのさっちゃんが家事を取らなきゃいけねえ状況だ。トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。じゃあ機嫌が悪かったのは？妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ、なんかあったのか？うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。菜の葉と親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした、7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？ああ、確かさっちゃんが菜の葉に悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今も菜の葉といるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。真っ当な相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり、
私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。菜の葉にとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。さっちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。なんだよ、このくらいのことで。ミスくせえな。そう、うん、わかった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうした、さっちゃん。怖え顔しちゃって。ああ、一番。電話、なんかあったのかい？うん。また菜の葉のことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か、桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう。うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたの。で、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう。なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに敵とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい？桂川のコンサル会社経営が傾いてるらしくて、あいつは菜の葉にお金を借りたがってるみたい。いくら？200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ菜の葉だって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって菜の葉にも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250？ ゆとりができたからって菜の葉はまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからか菜の葉が乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつは菜の葉が困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来、二人はもうあまり会ってなかったの。ところが菜の葉がソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、菜の葉だってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。菜の葉は昔、私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。
諦めるなよ。サッちゃんは菜の葉が憎くて桂川と引き離すわけじゃないんだ。菜の葉の人生を思ってこそだろ。そりゃもちろんよ。その思いは必ず菜の葉に通じるはずだよ。でも私伝え方とか言葉のチョイスが下手だからな。俺は家族ってもんを知らないけどよ、言葉じゃなくて気持ちが伝わるのが家族なんじゃねえのか。そうだね、ありがとう。とにもかくにも菜の葉に電話してみるわ。なあ、うまくいくよう祈ってるぜ。ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。よう、さっちゃん。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかして菜の葉の件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ。うん、ね、なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でも菜の葉は絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。よし、こうなりゃ奥の手を使うか。え、解決策があるの？なあ、菜の葉に桂川よりいい男を紹介すんだよ。菜の葉がそっちに惚れれば桂川とは縁を切るだろ。無理よ、あの子は横れんぼするような子じゃないし、曲がりなりにも桂川に惚れてるんだから。いや、どんな男もかなわない。本物のイケメンがいりゃ菜の葉だって心が動くはずだ。そんなパーフェクトな男私の周りにいるわけないじゃない。よく探してみろよ、案外身近にいるって。どこに？よ、さっちゃんの目の前に。一番がパーフェクトな男？冗談は髪型だけにしてよ。そこまで笑うなよ。ごめんごめん。でもおかげでリラックスできたわ。ならよかった。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね、どうしても菜の葉を説得できねえんなら。そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度と菜の葉に近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの？
らしくねえな、さっちゃん。ここまで行ってもまだわからねえなんて。え？さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。奴には偉人町を出て行ってもらう。なるほど。それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。よう、さっちゃん。え、さっちゃんって。ん、あれ、さっちゃんじゃねえ。お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして菜の葉さんか。でもなんでここに。誰に聞いてこの店を。私だよ、一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな属時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノは、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと。となるとあなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今さらどうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだが、あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、
大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのにまだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ。んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナナをしゃぶりつく好きなんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万返して。それで私たちはもうおしまい。本気なのかナナは。俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな、そうやって菜の葉を縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃい出てくんなチンピラ。おい山下、何グズグズしてやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう桂川さん。なんだって。俺からもお願いします。菜の葉さんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのに菜の葉さんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもう菜の葉さんを見てられなかったんです。お前誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが山下、またパシリからやり直すのかクソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ。おいお前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だよ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実は菜の葉に惚れてたりして。そうかもしれません。いいね山下君、案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が利けねえようにしてやる。許して。さっきの威勢はどこ行ったんだ桂川。口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人町を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよ。菜の葉さんじゃないって。じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下君。
いえ、まあ、それはもう、だって仕方ないですもんね。で、お姉さんは菜の葉さんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そう、だからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですが菜の葉さんからこの状況を見ると、突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあ、それがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。え、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川につきまとわれ続けるやん、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いや、しかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まあだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんはよ。いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。あら、いっちゃん、よかったら一緒に飲まない？そう来なくっちゃ。なんかいろいろありがとね。え？何が？何って、菜の葉のこともそうだし、なんだかんだで助けてもらってばかりだなと思ってさ。そんなことねえよ。
助かってるのは俺の方さ。さっちゃんがいねえとおっさんだらけでむさ苦しくてしょうがねえよ。それにしっかり者のさっちゃんがいるから俺も安心して前へ進めるんだ。こちらこそありがとうよ。さっちゃんみたいな素敵な女性に出会えて本当に良かったって思ってんだぜ。やだ、一番くどいてるの？もう酔っ払っちゃった？酔っ払わねえと本音を言えねえほど繊細な男じゃねえさ。ねえ、一番はその彼女とかは作らないの？え？いや、その別にそんなに興味があるわけじゃないけど、ちょっと気になったから。そうだな、もちろん欲しいっちゃ欲しいけど、今それよりもやらなきゃならねえことが山ほどあるからな。全部片付けて落ち着いたら彼女とのんびりするなんてできたら最高だな。ま、俺みたいなバカでムショ上がりの男と付き合ってくれるような子いねえと思うけどよ。そう？私は一番はモテると思うわよ。魅力的に思う子は多いと思う。そうか？本当に？ガキの頃からモテた試しがないぜ。一番が鈍感だから気づいてないだけじゃない？ま、癖はあるけど卑下する必要はないわ。一番はだいぶマシな方よ。もっとダメな男は世の中に5万といるわ。自信持って。さっちゃんにそう言ってもらえると心強いぜ。てか、さっちゃんはどうなんだい？え、私？ああ、その彼氏とかさ。さっちゃんモテるだろうから2、3人いてもおかしくねえと思うけど。あのね、人を浮気者みたいに言わないでよ。ああ、いやいや、そういう意味じゃなくて、さっちゃん魅力的だからよ。狙ってる男なんてそれこそ5万といそうだなと思ってよ。まあね、言い寄ってくる人はそこそこいるわ。でも今は特定の人と付き合ってはいないわね。そうなのか。マスター、おかわり。はいよ。ちょっと、この流れとタイミングで普通おかわり頼む？ありゃ、まずかった？まあ一番だから仕方ないけどね。他の男なら殴ってるかも。おお、気をつけます。でもさ、今付き合ってないってことはもしかして誰か好きなやつでもいるのか？どうかしら。自分でもよく分かってないけど、まあそうなのかもね。へえ、さっちゃんから好かれるなんて羨ましいな、そいつ。な、どんなやつなんだ？とりあえずバカね。バカ？うん、バカでガサツで死ぬほど鈍感。男友達とつるんで騒いでばっかりいるようなやつよ。いい、最悪じゃねえかそいつ。ふん、最悪。でもね、いいところもあるのよ。熱くて仲間思いで、自分がどれだけ傷つくことになってもためらわずに誰かのために体を張れる。ガサツで乱暴に見えることもあるけど、本当はすっごい優しい人なの。へえ、かっこいいじゃねえか。さっちゃんが惚れたんならきっといいやつなんだろうな、そいつ。そうね。
飲みすぎたかな。なんだか眠くなってきたぜ。飲みすぎよ。慢性的に疲れてるだろうし、ちょっと上で休んだら。そうだな、少しだけ休むわ。なかなか起きてこなかったら叩き起こしてくれ。了解。本当に死ぬほど鈍感なやつ。もう毛布もかけないで、風邪ひくわよ。なんだから。うん、あ、さっちゃん一番。さっちゃん、うわ、どうしたの？え、さっちゃん？あれ、キスは？え、あれれ？何寝ぼけてんのよ。なかなか起きないから起こしに来たわよ。そっか、夢か。そうだよな、うん。一体どんな夢見てたのよ。ああ。いや、その、すごくいい夢さ。そう、おめでたい人ね。なんだ、夢か。はあ。いや、寝た。おかげですっきりしたわ。しかしリアルな夢だったな。おい春日、顔を洗ってこい。え、寝起きだろう。顔を洗った方がいい。分かったよ。ちょっくら洗ってくるわ。あいつどんな夢を見たんだろうな。そう、どんな夢かしらね。